スティーブ・ハケットは、イングランド・ロンドン出身のギタリスト、シンガー・ソングライター。プログレッシブ・ロック・バンド、ジェネシスの元メンバーとして知られる。2010年、同バンド名義で、ロックの殿堂入りを果たした。ジェネシス・カナダ公演プロのキャリアとしては、カンタベリー・グラス、サラ・バンドといったバンドを経て、1970年に、クワイエット・ワールドのアルバム、永遠なる回帰でデビュー。その直後、 アンソニー・フィリップスに代わって、ジェネシスに加入。同バンドのサードアルバム、怪奇骨董音楽箱から1977年のライブアルバム、幻惑のスーパーライブまで参加、以降は主にソロアーティストとして活動している。ソロ活動では実定であるジョン・ハケットとの共演も多い。1975年ジェネシス在籍中に、初のソロアルバム、ボヤージ・オブジ・ジ・アカライトを発表。 ボーカルのピーター・ガブリエルが脱退し、ジェネシスとしての活動が停滞していた時期であり、フィル・コリンズ、マイクラ・ラザ・フォードも制作に参加している。その他、サリー・オールド・フィールドや、パーシー・ジョーンズ、ソロ活動初期の名優となる、ジョン・ア・コックラが参加。1977年ジェネシスの2枚組、ライブアルバム、原爆のスーパーライブのミックスダウン中にバンドを脱退。 翌1978年に脱退後初となる、セカンドソロ、Please Don't Touch を発表。ウッドストックフェスティバルのオープニングアクトとして、著名なリッチー・ヘブンス、R&B シンガーのランディ・クロフォード、カンサスのスティーブ・ウォルスと、多彩なゲストシンガーを迎えて制作された。また、ジェネシスのツアーサポートを始めていたチェスター・トンプソンも、参加している。1979年、 スペクトラルモーニングス、1980年、ディフェクターとファーストと共に名作と並び称される作品を発表。長年にわたり創作活動を共にするニック・マグナスは、この時期から制作に参加している。1981年、ニック・マグナス、ジョン・ハケットと共に、キュアードを制作。この年には、アートワークを担当していた、キム・プーアと結婚しており、 本作は彼女に捧げられた。また、前作までのバンド形態を一旦解消し、リズムセクションはドラムマシンが導入されている。この頃よりポップな要素が含まれた作風が目立ち始めた。1983年、ハイリー・ストラングを発表。その後のライブレパートリーでも定番となり、スティーブ自身が後に立ち上げた神のレコードの由来でも、ある、カミのロイヤルや、 シングルとして英国でスマッシュヒットしたセル151が収録された作品。バンドサウンドを復活させた意欲作であるが、この作品を最後にジェネシス時代より所属していたカリスマレコードとの契約が終了した。1983年ベイオブキングスを発表。クラシックギターをメインに据えた初の全編インストゥルメンタルの作品であり、 キワードと同様に、スティーブとニック・マグナス、ジョン・ハケットの3人で制作された。本作は、イタリアのスポーツカーメーカーランボルギーニが立ち上げた、ランボルギーニレコードへ移籍してのリリースとなった。本作を契機に、ロック作品と並行して、クラシック、アコースティックのインストゥルメンタルアルバムの制作が開始された。ランボルギーニレコードからは12インチシングル、 エイドールザッツメイドインジャパンも発売されている。1986年、スティーブ・ハウと結成した GT-R が成功したが、ツアーが終了後に、すぐに脱退した。1996年、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団や、ビル・ブルー・フォードらと共演し、ジェネシスの音楽を再構築した、アルバム、ジェネシス・リビジテッドを制作した。それをきっかけに、ジョン・ウェットン、イアン・マクドナルド、 チェスター・トンプソン、ジュリアン・コルベックとライブ用バンドを結成し、来日公演を行っている。1999年、前年に発表されたジェネシスの CD ボックス、アーカイブ1967から1975、制作にあたり、トニー・バンクス、フィル・コリンズ、マイクラ・ラザ・フォードの3人に加え、ピーター・ガブリエルら、歴代メンバーと再会したのを機に、1974年、 当時のラインナップでトレバホーンのプロデュースによってカーペットクローラース1999をレコーディングした。こちらはジェネシスのシングルとしてリリースされベスト版、ジェネシス、ベストアルバムにも収録された。アーカイブ1967から1975では録音状態の悪いライブ音源を保管するためにスティーブのギター含め各人が当時の音源に オーバーダブを施した。同年のソロ活動としてはダークタウンが発表されている。ドイツ・ブラウン・シュバイク公演2003年頃からハンガリーのエスニックジャズバンドジャイブと接近。スペシャルゲストとしての共演からメンバーとしても含められるようになり、パーマネントではないにしても現在まで複数の作品やライブ活動にギターとボーカルで参加し、ライブの一部は ジャイブの DVD に収録されている。2007年、画家、ジュエリーデザイナーのキムプウーアと離婚。彼女は、ファーストソロ作、ボヤージ・オブジア・アカライトから、彼のほとんどの作品で、ジャケットアートを手掛けていた。2010年、ジェネシスが、ロックの殿堂入りを果たした際、ピーターを除いた王子の4人で、受賞式に参加。ドイツ・シュトゥットガルト公演2011年には、 近年のバンドメンバーの一人、アマンダ・リーマンの姉妹であるジョー・リーマンと三度目の結婚。彼女は、この数年の作品中で、共作者の一人としてクレジットされている。2012年、イエスのベーシスト、クリス・スクワイアとのユニット名義、スクワケットでアルバム、アライフ・ウィズ・イン・ア・デイを発表。また、ジェネシス・リビジテッド2を発表し、ワールドツアーを観光。 日本には2013年6月に来日公演を行った。同年5月のハマースミスアポロ公演はプログロックアワーズ2013のライブイベント部門を受賞。この時の模様は CD、DVD のボックスセットとして発表された。2014年にはジェネシスエクステンディットワールドツアーとして欧米ツアーが再開。2015年アルバム ウルフライト月下の群狼、2017年アルバム、ザ・ナイト・サイレン天空の美女をリリース。ジェネシス・ニューヨーク公演ジェネシスや、ピーター・ガブリエルが、それぞれの方向性を変化させながら、確固としたポジションを獲得していく一方で、スティーブは1970年代ジェネシスの音楽性を色濃く残しながら、自らの音楽を発展させてきた。その中でもバリエーションを持ち、 時代性も取り込んできた。プログレッシブロックの定石とも言えるクラシック音楽の影響もさることながら、ジェネシス脱退後発となるセカンドソロ、Please Don't Touch では、ォーク、R&B やアメリカンプログレハードのテイストを当時活躍していたシンガーたちをゲストに招くことで打ち出し、その一方でギターシンセという新しいテクノロジーをも導入。 その後の作品群ではギターをフィーチャーしつつ、叙情性、ポップ性、ダークネスを絶妙にブレンドさせて、独自のスタイルを確立した。1980年代は、よりポップなアプローチを取りながら、ブラジルや中近東の音楽にも接近し、向けた、地域性は異なるもののピーターと同様に、ワールドミュージックに視野を広げた時期でもある。その後の GT-R は、 彼のキャリアでは異色ではあるが、親しみやすい、ハードポップを展開。1990年代には、ノイジーなギターサウンドや、ブレイクビーツの導入にも挑戦している。またクラシック、アコースティック作品以外では一貫して、ギターインストゥルメンタルだけでアルバムを締めるという、作風は取らず、常にバランスを考慮した作品を作っている。初期ジェネシスでは椅子に腰掛けたままライブに臨んでいたため、 ピーター・ガブリエルのシアトリカルで派手なパフォーマンスも相まって様々な新しい奏法でギターサウンドを作っていたにもかかわらず決して目立つ存在ではなかった。ソロ転向後はギターだけでなくボーカルを披露する機会も増えステージでは中央に構えフロントマンとしての存在感を出している。アグレッシブでトリッキーなプレイ、サステインを効かせた泣きのフレージングが特徴。 ピックや右手の指で弦を吸って上下させる悲鳴のようなグリッサンド、ピックでピックアップをノックし、時計の秒針のような効果音を出す、ピックアップのスイッチを小刻みに切り替える、様々なアームワークなど、通常の演奏以外のアウトプットも引き出しが多い。また、トレモロ奏法などを駆使した本格的なクラシックギター、演奏も彼の音楽の大きな部分を占める。 そしてあまり披露しないがブルースにも造形が深く、ブルースハープも得意としている。ジェネシス時代から長くギブソン社のレスポールを愛用しているが、フェルナンデス社がサスティナーを開発してからは、ほとんどのステージで同社のレスポールモデルをメインギターとして使用している。アコースティックギターはヤイリ社のものを主に使用。また、この10年ほどはピックを持たず、 エレクトリックギターの多くの演奏では、指先をピックを持ったような形状にして、ピッキングしている。タッピング奏法の先駆者と言われている。ジェネシスに初参加した、回帰コット音楽箱に、収録のザムシカルボックス、ザ・リターン・オブ・ザ・ジャイアント・ホグ・ウィードで、すでに右手で、ギターの指板上で剣を押さえ、高速アルペジオを演奏している。これは、一般的に、オリジネーターとされている。 エドワード・バン・ヘイレンが音楽シーンに現れるよりもずっと前に記録された音で本人の説明によればバッハのトッカートとフーがからのフレーズを一本の弦で演奏するというアイディアから発展したという。また、月影の騎士収録のダンシング・ウィズ・ザ・ムーン・リット・ナイトのギターソロではタッピングに加えスイープ奏法も披露している。スタジオアルバムライブアルバムコンピレーションアルバム。 ありがとうございます。